通勤系普通車の座席特急用普通車の座席新幹線普通車の座席普通車は日本の鉄道における鉄道車両設備の故障で JR の旅客用の車両のうち基本となる設備を備える車両を言う日本国有鉄道が1969年5月10日に従来の東急性による運賃制度を廃止しモノクラス性を導入した際に導入された概念で 乗車券を発行する際の運賃計算上基礎となる設備である。もともと運賃計算の基礎としては最下級の運賃の単価である陳率を用いるが、その陳率の基礎となっていた1960年6月1日以前の3等級政治の3等車、2等級政治の2等車の後ろ身である。国鉄 JR の運賃制度はモノクラス制であるため、 座席を指定する場合、列車指定を行う場合等座席を確保するためのサービスや普通列車よりも即達サービスである新幹線、特別急行列車、急行列車の利用にはそれぞれ別途の料金が付加される。これら対価を伴う座席の場合、特別席内市は信頼とされていない座席であっても普通列車や座席、列車を指定しない場合のそれと異なる場合がある。 これら、サービスについての座席の変化については、鉄道車両の座席、車両区分の変遷も参照されたい。現在は、塗装規定の改定により廃止されているが、三等級政治の三等車においては、赤色の帯と三等車を表すローマ数字による記号3を側面相下に表記して区別していた。1940年2月には、 塗料節約のため赤色の帯は廃止したものの、3の表記は1960年にね、東急制になるまで続いた。また、切符の色にも同様な区別がなされ、三等車、三等乗車券を指す言葉として、赤切符という俗語もあった。こうした経緯から、国鉄 JR では普通車を表す、東急記号として1960年以前の3、 東急政治の参等者を表す派が用いられている。なお、優等車両を保有しない、つまり普通車以外の存在がない施設においても、車両の形式記号として派を関する例がある。東急製運賃を用いる鉄道会社は日本には現存せず、多分に慣習的なものが強いと考えられる。新幹線では、東海道新幹線開業時20の位を、 2と定め、その後 E1K、E4K、e、の5、N700K の8が定められている。ありがとうございます。